Check it out.1970年代初頭アメリカはニューヨークサウスブロンクス、そこは貧困やドラッグストリートギャングに溢れたゲット地区、巷でディスコが流行、サタデーナイトフィーバートラボルタ、金がない連中はディスコに行けずみんな公園に集まった、誰かが家から持ってきたターンテーブル、5度レコードプレイヤー、ディスコミキサースピーカー、電源は街灯のコンセントに差し込んだレコードとダンサーはくるくる回り、街を埋め尽くすグラフィティ、ラップをしだした MC、 これがいわゆるブロックパーティー、ここでキーマンとなる3人の DJ を紹介、まずクールハーク、ソウルファンクなどのレコードを2枚使い、ブレイクビーを取り出した、お次にグランドマスターフラッシュスクラッチを広めたエンターテイナー、フィリアスファイブザメッセージは名曲 B-Boy には言わずもがな、最後にアフリカバンバータギャング集団ブラックスペイズのリーダーだった彼は70年代半ば DJ MC ダンサーライター、引きずれ結成ズールネーション、知識自由平和愛を提唱、正真正銘ゴッドファーザー、ヒップホップの名付け親。一方その頃ムンバイでは20世紀を代表するタブラ奏者アーメド・ジャン・ティラクワがパドマ・ブーシャンを受賞、パンジャブ流派の巨星アララカワ・ジョージ・ハリスンのバングラデシュコンサートでラービー・シャンカール、アーリー・アクバル・カーンと共演、アララカの息子ザキール・フセインもこの時期に颯爽とデビュー、圧倒的な表現力で絶大なる人気を獲得、ミキル・ゴーシュなどに代表されるギャンプラ歌手ゴーシュ門下第一世代のタブラー奏者も絶賛大活躍中。さて一方その頃ニューヨーク勢い増しティーンにどんどん浸透、クイーンズの中流階級カダバダンデムシーが登場、白人ドックと融合、広まるアメリカ全土全方向、スポーツブランドアディダス巻き込み、世界のみんながたちまち取り込む、その他 LLBDP たくさん出てくる、パブリックエナミー、ラキムとエリック B、 スクラッチするならチェンジ B、 野獣の少年ビースティーボーイ、人種の壁越え一丸に、黒人文化とくくれなくなるような未来を提示。一方その頃コルカタではシタール奏者ニキル・ベナルジーの伴奏者として若手タブラプレイヤーたちが次々集結、華麗なデレデレ奏法で魅了、ラクナウ流派スワパンチョウドリー、前人未到の音速タブラで泣く子も黙るオニンド・チャタルジー、バヤンで攻めるはサウスポーの重戦車クマール・ボース、チュークでアメリカツアーに抜擢、期待のオビジット・ベナルジー、繰り出すカイダ、きらめくレイラ、差し込むトゥクラ、導くジャーラ、迎える大団円、脅威のユニゾン、飛び出すのはチャッカルだ。先人たちの偉業をリスペクト、先人たちの偉業をリスペクト、人の営み積み重ね歴史、カリフォルニア88年、 NWA が起こす革命、危険な表現、ギャングの言葉は FBI からマークされる規模へ、ニューヨークではネイティブタンガー、タイと違った態度、ヒューモラス、かつ会話の表、まだまだ止まないスタイルフォーズ。一方その頃バラナシには音体サンタプラサードも未だ健在、キシャンマハラジは一発のダーで客席沸かす稀有な存在、ベナレス流派の創始者ラムサハイから脈々と受け継がれてきたフルハンドテディやディンのパワフルなサウンドはいつも豪快。アメリカ90年代突入、爆発的に増えた聴衆、西東以外も中部南部が生み出す独自のフォーム、トゥーパンクにスヌープ、ナスやビギー、ウータングラーにゼイズイ、アウトキャストにマスターピー、つながるストーリー、ここに。そして始まる新時代、コルカタに現れたのはシュバンカル・ベナルジー、ムンバイではヨーゲシ・サムシの評価が日に日に高まるばかり、ロンドンからドラムンベースとタブラを融合、タルビンシン、世界に広がるタブラの文化、みんなも叩けばいいんじゃないか。先人たちの偉業をリスペクト、先人たちの偉業をあれも文化、これも文化。